同キャラ対決、意地のぶつかり合いとなりそうです。我が輩を楽しませてくれ。さあファーストラウンド始まりました。非常に興味深いし見届けさせてもらうぞ。さあドライブラッシュで揺さぶりをかけていきます。まだ時間は十分あります。両者どういった展開を作るか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。ここからが大事だな。体力差があります。これを打開するのは難しいか。ドライブラッシュで攻め続けます。プレイヤー2画面端の KO 決まりました。勝負あったね。やや一方的な展開が続いたラウンドでしたがいかがでしたか。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味。まだわからない。プレイヤー2体力状況で先に有利を取りました。差はついたようだがまだまだこれからだ。さあ近距離でのせめぎ合いが続いていますが壁に追い詰めてチャンスになります。ここでバーンアウト。まだ諦めるな。良い決着だった。駆け引きがうまく噛み合ってのストレート勝利、圧巻でした。破竹の勢い。さあそれでは見ていきましょう。よろしくお願いします。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。諸君剣闘を祈る。さあまずは飛び道具で牽制していきます。画面中央どちらがラインを押し上げていくか。ああ今のは素晴らしいな。さあ投げが決まりガードを崩します。攻撃に投げを混ぜつつ守りを崩します。一進一退の体力状況ですがそろそろお互いの実力が分かってきた頃でしょうか。ここはどう出るか。ドライブゲージがなくなった。ここまでフィニッシュまでお見事。やるではないか。さあいい形でラウンドを取っていきました。いやいいね、いい感じだと思う。次のラウンドはどんなドラマが生まれるのか見ていきましょう。先ほどの戦いをこのラウンドにどう生かすか。駆け引きが分かってきたところかな。試合は序盤、立ち回りはどうなるか。いやこのラウンドはどうなるんだ。もっと我が輩を楽しませるのだ。飛び道具で攻める機会を伺うか。ここで壁やられ、うまくインパクトを通しました。ここはどう出るか。捕まえて投げ飛ばす。いざこの調子だ。追い詰めている状況、ターニングポイントになるか。さあここは SA を使って勝負に出る。いやすごいな。ここは出し惜しみなし、 SA レベル3の大ダメージを叩き込んでいきます。これは熱いですな。これはガストパリー。いやどうだ。ここで投げに行った。綺麗に投げていったね。試合はここでバーンアウトしました。まだ諦めるな。ラスト CA 発動、勝負に出た。何？ここで全てのゲートを使い今の2秒まで、しっかり相手の体力状況を捉えていました。ここまで素晴らしい試合運びでした。あっという間の一戦でした。今の戦いどんな風に映りました。それでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。我が輩を楽しませてくれ。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。何事も最初の観音なのか。最初はな。さあ壁まで追い込みました。ここからが大事だな。どうだろう。さあどうだ。次はここで弾を打ちます。飛び道具はリスクがある分うまく使えばジャンプ攻撃はしっかり引きつけてハリーを合わせました。そうか。体勢を整えつつプレイヤー2バーンアウト目前。さあスーパーアースで狙っていました。もうちょっと。ドライブゲージがなくなった。あっとここで KO。 見事プレイヤー1、ここは見事ラウンドを取っていきました。全く素晴らしいね。見事に決めていった。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。うまく投げていきました。いやすごいな。さあ逃げ場がなくなりました。どう仕掛けるか。さあもっとやり合うのだ。
なんとこれは使った。今のは振り返らず前に進むのだ。ドライブゲージがなくなった。ここまでなのか。ダブルラリアット。ここからドライブインパクトは警戒しています。今のは見えていたんだろうね。次はどう出る。体力差はあるがまだひっくり返すことは十分可能な状況です。ドライブラッシュ勝負あり。 KO になりました。良いとどめだ。見事な決着を迎えたこの試合。さあ勝つのはどちらか。どんな展開になるのか。いよいよ試合が始まります。この戦い楽しみにしていたぞ。さあファーストラウンド始まりました。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみであるな。腕はかわされます。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。ここからが大事だな。飛び道具で様子を見ていきます。さあここは玉で圧をかけていきます。どう出る。お互いの息が合っている。シンクロしています。さあここで壁を背負わせました。ここから冷静に抜けていく。レイヤー2。さあ追い詰めました。さあもっとやり合うのだ。お互い引く気はありません。攻撃の手を緩めません。体力差はついています。試合は後半。ここで勝負を決めました。勝負あったね。さあこのラウンドはいかがでしたか。2人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。確かに。さあ次のラウンドも見ていきましょう。さあラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。貴様らの本気見せてみろ。マイジャンプ。プレイヤー2有利継続。体力を奪っていく。差はついたようだがまだまだこれからだ。プレイヤー2壁のプレッシャーをうまく使っていきたい。どうした。いけるだろう。ここでバーンアウト。まだ諦めるな。見えているのか。このきっちり飛び輪を落としました。見事だ。息が詰まる状況。この距離は玉でのプレッシャー。下段を見せていく。信頼。ラッシュして良い決着だった。プレイヤー2ストレートで圧勝。実力の底が計り知れません。いやさあ両者気合は十分か。この試合見ていきましょう。さあ思う存分やり合うがいい。争うがいい。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。よろしく頼む。期待しているぞ。投げの選択肢を通す。さあラウンドはまだ始まったばかり。さあ張り切っていってもらいたいね。投げに成功。ここからやはり近距離での特組合は見ていて楽しいね。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。プレイヤー2かなりドライブゲージを消費しています。危険な状況です。相手のドライブゲージが回復するまで体力を奪っておきたいところか。ジャンプ。さあスーパーアーツ狙っています。 KO。 ああ決まったね。さあいい形でラウンドを取っていきました。鬼気迫るその戦いぶり見事だ。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。さあ重要なラウンドを見ていきましょう。自分を信じて戦い抜くのだ。飛びはジャストでしっかり捉えています。さあ序盤の立ち上がりどちらが動くか。頑張っていってもらいたいよね。この距離うまくプレッシャーをかけつつもプレイヤーは SA ゲージの有利状況をうまく活用できるか。どのタイミングで SA を使っていくか。上からドライブ破傷撃。火力を上げる。スーパーアーツにゲージを使いました。見事だ。パワーウチ攻めのドライブラッシュ。いやどうだ。さあこの差し合いの場合どう出るか。ラッシュしていいぞ。お互い後がありません。一歩も引けないねこれは。バーンアウトした。